あらあらあら、今回なんでフランスは驚いてんの？フランスは今遠くからなんか驚いてたんだけど、なんで？あらあら、今回の動画なんですけど、今回ですね、本日の動画なんですけども、今僕がね、手に持っているの何かわかるでしょうか？まあ大体の人はわかると思うんですけども、こちら、ステッキでございます。まあこのステッキで何ができるかって話なんですけど、A ボタンを押すとこのような画面になるんですよ。ですね、A ボタンをなんか適当になんか押すと、一瞬にして変身することができると、このステッキさえあれば。で、X ボタンを押すと、まあ元の姿にバン！で戻るわけなんですけど、今回はね、このステッキで、いろいろ検証したいと思いまーす。ということで、今、変身中なんですけど、あ、まだ変身してない。今、変身中なんですけどって言ったけど、全然変身してないわ。まあ、一回変身しますよ。まあ、一回ドラえもんになろう。はは、僕ドラえもん、よろしくね。はは、まあ、変身してドラえもんになってると思うんですけど、変身中に、ステッキをポケットからなくすと、ダーン！このように元の姿に戻っちゃうと。で、変身してる時にステッキを収納したらどうなるのかなって。ステッキ収納したらどうなっちゃうんだろう。普通で変身解けんのかな？収納。あれ？あれ？変身解けない！変身解けないんだけど、あれ？解けた！やべ、ステッキがどこ行ったかわかんなかった。あれ？ステッキ？俺のステッキどこ行った？あれ？俺のステッキちゃーん、いたわ。おお、怖っ！おお、フランスは怖っ！ボコボコにするぞ。変身中のステッキを住民にプレゼントしたらどうなのか。さあ、今変身してますが、ああ、普通にもらわれた。普通に奪われた俺のステッキ。どうなんの？え？どうなんの？え？俺、え？俺のステッキなくなっちゃったんだけど。ああ、元に戻った。こんにちは、僕赤いもんです。ってことで次はね、変身中のステッキを豆吉に売ろうと思います。変身中のステッキをね、たぬき商店で売ったらどうなるのかと。スタンダーステッキですね。それなら6500ベル、意外と高えんだな。さあ、これで売ったらどうなるのか。まあ、そのステッキで俺は変身してるが、そのステッキがなくなったら俺はどうなってしまうのか、売っちゃう！売っちゃった！変身解けたー！これ検証結果ですね。ステッキを収納したり、住民にあげたり、売ろうとしたら変身がもう、ズバッって解けるっていうことで。ああ、ミッチェルだ。実はギガ君にずっと借りっぱなしになってるものがあるんだ。もしかしたら怒ってるんじゃないかと思ったら、なんだか余計に返せなくなっちゃって。お、なんかもらえた。なんかミッチェルからもらった。これをギーガー君に返せばいいらしい。あげるー。ボアブルゾン。やっほー。